はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、あるです。螺旋の宿ですね、やっていきます、よろしくお願いします。結構まあ後半まで来てるんですかね。寒い俺の部屋いきなり何を言い出すのかと思ったけど、なんかキーボードに手を置くとね、寒いんですよ。キーボードまでキンキンに冷えていやがる。まあいったね。まあそんなことはどうでもいいとして、続けてやっていきましょう。コメントありがとうございます。コメント何だったっけ。ひなたちゃんどうなんですかね。なんかいっぱいひなたちゃんいるんですか。赤ひな、あ、トラ、あれこれ空っぽだったんだけど、ランダムなのかこれ。トラちゃんは多分ね、Rのお姉さんで、なそれ以外のひなたは、よく出てくるあの目がいっちゃってるひなたちゃんは、ん、土がこもっている、積もっている。他の場所に比べたらこの部屋は見つかりにくいかもしれない。さようか。あ、なるほどね。あの赤おばさんはね、あの目が悪いというか、多分お子様なんでね、お子ちゃまなんで、だから注意が行き届かないんじゃないですかね。あれそれなんてあるかな。やめろ。あ、ここだったんだ。うん、おっとっとっと、まずいまずいまずい、あ、しまったしまったね。あ、死ぬ。くっそ、すげえこいつ、やべえ、ディフェンス能力パーないっすね。いいっすね。あ、救急箱。なんだろう、使う場面とか、なんだろう、プレイ時間とかで決まってくるんですかね。ちょっとわかんないけど。おっと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 。ん？パパ、ママ、前は頑張ったよ。同じ時間を5回も繰り返して。ママ、会いたいよ。ママ、嘘ついててごめん。パパ、いつも困らせてばっかりでごめん。前は悪い子でした。おっと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 、危ないな。あれ、石が治ってる。あれ、これどうなってんだこれ。ひなたに会った。あの子は私たちのことを大人として見ている。私たちまだ高校生よ、子供よ。ひなたにとっては私たちは大人と変わらないの。壁を感じる、ひなたとの間に。ひなたに助けてほしいのに。ひなた、お願い、行かないで。おこの主人公は落石ではどうやら死なないらしいな。悪くない。さて、どうする？どうするかな。才能の塊のような兄に利発な妹。これはね、トイレでやってた、トイレでやってた、まずいな。トイレにいたお兄さんかな。どこ行こうか。どこ行こうかとか、何をすればいいんだっけ、これから。ちょっとな、酔っ払ったわけじゃないんだけど、そう、あんまりちょっと、記憶にないんだよな。記憶にないというか。なんか、あれだね、なんかその正規の脱出方法っていうのが、あるんだよね、本来の。多分、なんか、ひなたちゃん、ひなたちゃんに認められるって言い方あれだけど、来るかな。くそ、こいつだよ。これが、こいつが怖いんだよ、俺。すごく怖いんだよ。ふざけたゲームだぜ、本当に。今まででね、2番目、トップクラス、2番目か3番目ぐらいに怖いからね、これ。さて、どうする？アイテムとしては、もう何にもないよ。何もなかないけど、マッチと棒と石しかないんだよね。何しに、どこに行けばいいんだろう。とりあえず赤羽さん出しとく？一回出して、落ち着いてみる？あれ？あ、ダメだ。これなんかランダムで出してくれる感じじゃないんだ。あー。どうしようかな。ここまた出てくるかな。この道何なんだろう。いつもだいたい俺同じ道通っちゃうんだけど、ここだよね。これまた俺見つかって死ぬタイプだと思うんだけど、来ないな。まずはそう、状況整理がしたいし、あ、ここスマホがあるからちょっとコメント見れるかな。状況の整理って言ってもな、みんなが集まって、あ、違うよ、りんちゃん探しに行くんだよ。りんちゃん思い出した。あれ、これ戻れるかな。まあ、最悪戻れなかったら、その時はその時でいいや。
ちょっとここ開きながら、アップロード動画の、これ帰り道だから多分出る、ごめん、出るような感じもしなくもない。いやだね。あ、そうそう、まあ、高校生ね、まあ、大人か子供か論争論争っていうか、俺はどうでもいいんだけど、俺もちょっと酔っ払ってて何言ってるか分かんなかったんだけどさ、あれ本当喋れてなくてね、びっくりした。ろれつが全然回らない。ちょっと待って、どう行けないっけ。こうか。あ、来るかな、これ。これ正面から来たりすると本当終わるんだよね。あ、もう一個か。来るか、来るか。よし、これ、あれ石か。あ、もう一個上か。うん、やだな、これ。なんか出そうだな。あ、出ないか。あ、出た。なんで？お、いた。ごめん、コメントが見れなかった。あら、R くん。あなたも来たの？どうした？ん？そう。かけるくんが無事でよかったわ。全員で、いよいよ脱出を試みるのね。りんちゃんも一緒に来ない？ いえ、私は行かないわ。なんで？ここであなたたちとはお別れよ。あなたにだけでも最後にお別れの挨拶ができてよかったわ。最後。ひなた、始めてちょうだい。うん。何をするんだ？ん？マリを呼んでるの。マリ。虎ひなたと違って、ひなたはマリのこと知らないし、マリもひなたのことは知らないから、お話しするのちょっと難しい。一体何を言っているんだ？ R 君、私がどうしてこの民宿に迷い込んだか。今のあなたには話したことがあったかしら。いえ、ないんで。お願いします。え、確か、え、なんか、なんだっけ。俺覚えてないんですけど。そう、山に登ると言って帰ってこなかった姉を探してたの。でもね、帰ってくるはずはなかったのよ。え、そんな話だったっけ。姉さんは山で死んだのだから。え、知ってて、じゃあ来たの？何しに来たの？え、まさか何？わざわざ何？死んだお姉ちゃんに会いに来るためにここに来たの？ちょうどこんな崖だったわ。崖から落ちて死んだの。即死だったらしいわ。詳細、あ、じゃあ見ていた人がいたんだ。ん、私はその場にいたの。だって私がマリ姉さんを崖から突き落としたんですもの。なだよね、何言ってんだ。警察関係者は誰も私の言葉を疑わなかったわ。姉さんは足を踏み外して崖から落ちたと。マリ、大人のマリ、出てきて。リンのお姉さんのマリ。なぜ？事情を詳しく聞く。手短に頼む。一応詳しく聞いとく？産業でまとめないで。憎かったからよ。私の姉はね、快活な性格でみんなから愛されていたわ。父も母も姉を贔屓して、私は相手にもされなかった。でもね、私は我慢できた。私は自分がマリ姉さんのようにはなれないことが分かっていたから。親だって人間だもの。出来のいい方を贔屓するもの。仕方ないことでしょ。どうなんですかね。ちょっとうちはどうだったかな。どっちみいきっていう感じじゃないけど。内向的だった私を姉さんはよくいろんなところへ連れ回したわ。その度に姉さんと比べられて、私は嫌な思いをしたけれど、あの人、マリ姉さんにはそれが心地よかったのかもしれないわね。そんなことないと思うよ。そんなことないと思うよ。だからって、いいえ違うわ。その程度のことには私は耐えられたのよ。だけどあれだけは許せなかった。姉さんは私にとって一番大事な人。おお、私の彼氏を奪ったの。私が初めて手に入れた幸福。冷たい家族関係から切り離された私だけの場所まで姉さんは壊した。ガチかな、ね、姉ちゃんガチ勢かな。許せなかった。だから私は姉さんをこの山に誘って崖から突き落として殺したの。まあ仕方ないかな。不思議でしょ、R君。あなたたちのように信頼し合っていた兄弟もいれば、私たちのように互いの存在を疎んじていた兄弟もいる。姉妹の方がとかにはだけど分かっているわ。報いは受けなければいけない。受ける気があるんだ。
私がここに迷い込んだのは、もしかすると姉さんの意志がそうさせたのかもね。ん？じゃあ迷いたくて迷ったんじゃないってこと？やっぱり。マリー来たよ。光の中にいる。こっちを見てる。何か言ってる？リンには自信を持って欲しかったって。何が自信よ。勝手なことをしてきたのは姉さんの方じゃないの。知らなかったって。あの人がリンの彼氏だとは知らなかった。知らないはずがないじゃない。どうしてそんな嘘をつくの。本当に知らなかった。あの人は何も言ってくれなかった。あのね、リン、ひなたね、マリとリンの話はわからないけど、マリが嘘ついてないのはわかるの。光の中でね、怖いものはないの。ん？嘘で自分を守る必要はないの。嘘で幸せになる必要はないの。永遠の安らぎなの。ん？まさか、それじゃあ、あの人が何も言わず？そんな。じゃあ私が騙されたって？嘘よ。そんなことって。もっと行きたかった。もっと。ああ、やっぱりお姉ちゃんいい人だったんじゃないですか。ねえ、りんちゃん。ねえ、りんちゃんの歪んだ性格のせいで。りんはその場に崩れ落ち、おえつを漏らし始めた。ん？りんが憎いって、私にも未来があったって、マリはそう言ってる。そうだわ。その通りだわ。姉さんにも未来があった。せめて、私が話し合ってれば、それだけの心の余裕を持ってれば、それはでも無理でしょう。その生い立ち的なことを考えてさ。姉さん、もう全てが遅いけれど、せめて私は罪の報いを受けるわ。何をする気なんだ。それは最初から決めていたこと。姉さんとどんな会話を交わすにせよ、会って話ができたら私もそっちへ行こうって。 いえ、私はそっちには行けないわね。姉さんやここにいるひなたとは違うもの。リン、悪い大人なの？そうよ。あなたのママと同じ悪い大人よ。でもリンはママみたいに怒らないよ。ママと違ってひなたのお話たくさん聞いてくれたよ。ん？大人だからね。嘘をつくのよ。大丈夫だよ。子供でも嘘はつくから。お、赤おばさん。あっち行け。目がキリッと。ひなたたちお話し中なんだから来るな。この場にひなたがいるというのに、赤おばさんは身を引こうとしない。そんな。そういうこと。いいわ。分かったわ、姉さん。私には、ああ、なんだこれ、総合しふさわしい。ひなた、パール君、ここを離れて。早く。何、おとりになるってこと？私に赤おばさんの餌食になれ。そういうことなのね、姉さん。バカな。いいのよ、アルト。私は覚悟してた。初めからそうなることを望んでいたのかもしれない。さあ行って、アルト。あなたは私とは違う。あなたに裁かれる理由はない。あなたは日の当たる道を進みなさい。堂々と胸を張って、誰に負い目を感じることもなく、こんなところにいてはダメ。と言った。あれ？うん？リンがその身を差し出すように、両手を広げて赤おばさんの前に立ったとき、何かが赤おばさんの体を押し込んだ。いや、押し包んだ。ん？なんだ？光の中から現れた無数の光球が次々と赤おばさんに取り付いていく。ん？これは何が？ひなた？マリだよ。マリたち。光の中の人たち。赤おばさんの邪魔してる。どうして？どうしてよ、姉さん。憎いって言ったじゃない。そうだよ。私のことが許せないんでしょ。だったら。ん？見たくないって。リンが苦しむ姿は見たくない。憎いけど
許せないけど死んでほしいなんて思ってないって。ああ姉さんは生きるべき人だったな。姉さん、高級に呼ばれた赤尾さんは人とも獣ともつかない苦悶の動き声を上げる。おお、びっくりした、何これ。しかし真っ白になった全身から伸びる手はそれでも凛の体をつかもうと大蛇のようにうねくる。凛、危ない、逃げて。闇雲な抵抗が恐ろしい偶然で凛の体に触れた時、赤おばさんを覆っていた高級の中の一つが飛び出しその手にまとわりついた。光に包まれた赤おばさんはついに大気に紛れてかき消えた。間際に放った赤おばさんの雄たけびは激しい怨嗟の言葉のように聞こえた。あ、戻ってきた。赤おばさんいなくなった。もう大丈夫。すべて私の屈折した心が招いたことだったのね。リン、あのね、ひなたもね、リンが死んじゃうのは悲しい。リンはまだ生きてるけど、それはひなたといっぱいお話ししたリンじゃないから。ひなたは、うん、あ、リンはまだ生き返るけどか。ひなた、今のリンが好きだよ。ひなた、大人の話わからないけど、今のリンは一番頑張ったような気がするから。頑張るのは大変なことだから。ひなたも大変が大変なのは知ってるから。だからリン、ひなた、子供のあなたにも心配されて。ダメね、私は。大丈夫よ、ひなた。私は死なないわ。生きることを許してもらえるなら生きなくちゃね。よかった。じゃあひなた、お出かけしてくるね。お出かけ？鍵をなくしちゃったの。管理者室の鍵。これ管理人室？まあいいや。管理者室？あれは、ひなた、鍵がなくても管理者室入れるけど、鍵は持っておきたいから。そうね。あれはひなたにとって特別なものだもんね。うん。落としたのは、ちょっと、温泉で遊んでた時か。本館2階のトゲトゲの周りを歩いてた時だと思う。これ何これ、どっちに行くっていうの。どっちに行っても俺は赤おばさんにぐちゃぐちゃにされるイメージしか。待ってね、温泉か本館2階のトゲトゲの周りだから、本館2階だから、あのトイレがあるところかな、あの近藤がいるところかな。あ、ひなた温泉から、いや嘘、俺が温泉の方行きたかった。ひなた温泉から探してみようと思う。じゃあね、リン、R。やっぱね、なんか専用のね、まあ、名前欲しいね。これ主人公のさ、自分が自分の名前を言うのはね、やっぱ恥ずかしいです。ごめんなさい。少し一人させて。ひなたなら温泉に行ったわ。温泉か、2階の植物のあたりで、周りか。あ、トゲトゲって言わない植物。あ、めっちゃリンちゃん優しい。鍵を落としたそうだから。どっちに行く？ちょっと俺も温泉行っていいかな。ちょっとぶっちゃけて行って、俺もあの日向に守ってもらいたい。情けない話だが、いや無理だな。どう考えたって俺も守ってもらわないと死んじゃうもんな。日向いる？いるじゃねえ。あ、ごめん、探してるの。鍵探してる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 。分かったって。あ、もうあのぶつかるともうあのそうなっちゃうのね。ごめんね。目ぼしいものはないか。ああ、やっぱり俺トゲトゲの方行かないといけないわけか。じゃあちょっとここでセーブして、まだ19分。よし。そう、別にね、いいですよ。ここ、うわあ、邪魔だ、やめろ。おい、本気出すな、本気。ね、高校生がね、大人だろうが子供だろうがいいんです。自分が大人だと思ったら、ね、大人でいいし、子供かなと思ったら子供でいいしね。まあでも大人はやめた方が大人は別にいいことないと思うけどね。なんかよほどなんか理由がないと大人にな、うわちょっともう若干慣れてきたかなと思った時にね、これ出してくるやつ、ふざけてんな。これ目が増えてる。いいじゃねえからさ、これいいじゃねえよ絶対。
大丈夫か？これね、どっちから来るかにもよるんだよね、敵が。ごめん。ここなんだよね。一応見とく？あ、怖い。怖い怖い怖い。怖いのにね、ここだけは見たから、上、ぐにゃって。赤穂さんが、おい、ちょっと！バカかよ、このゲーム。あ、そうそう、コメント、他にもありがとうございます。なんかパソコンね、買い直した方がいて、そうそう、これ PS4 でできるらしいね。あ、PS4、ごめん、間違えた。PS4 のコントローラーでできるらしいですね。最近の、やっぱ、時代は進んでるんだな。やっぱね、やっぱ操作は結構、まあ、やりづらいっていうか難しいとかね、独特な操作感だねっていうね、コメントをいただいてます。よかった。俺だけじゃなくて、ちょっと安心しました。話できるかな？顔なしと。くす。ダメか。俺とは話すつもりはないか。わかった。絶好だ。さて、あいつどうすんのこれ。あ、壁抜けできるから、これ即死なのかな？はい。管理者室の鍵。はい、どっから来る？あ、どっからも来ない。ゴローに会っとく？ちょっと、なんだったらちょっとあれ？あ、なんだ、食らわねえじゃねえかよ。ふざけやがって。ここなんだよな、これ、ちょっと。お、いるいるいる。あ、危ない危ない、そんな暇はないんだよ。ん？ここにあるものは俺のものだ。勝手に持ち出すなよ。はい。じゃあ、持つもの持ったんで、僕はもう行きますよ。おっと。あ、まあ、いっか、別に。さあ、こっからだよ、こっから。こっから。何も出ない。何にも出ないんだけど、ここの先行くとさ、まあ、罠が飛び出してくるでしょ？罠が飛び出すだけじゃ飽き足りないから、多分赤おばさんも出てくると思うんだよ。何分？ 22 分。大丈夫。無理だな。どうにか回避しようかなと思ったんだけど、ナイフがね、どっから出てくるのかは、ね、撃たれてみないと分かんないし、結構当たり判定厳しいしね、避けたと思ったら、ね、錯覚だったからね、それは。よし、行こうか。ほい。あ、ごめん。これだよ。これだもん、だって。いくよ。ほい。ほい、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 ほい。え？うっそ。ふん。飛んだ拍子抜けだぜ。だが、しかしね、セーバーしていくという。なんだこの部屋は。電話か。でんでんでん。電話電話電話。電話電話電話。個人事業廃業手続きに関する書類が貼られている。ああ、この民宿やめちゃったのか。この電話は使えそうだ。やめとこうか。あ、一撃ってか、一回で当たり引いちゃったか。ごめんね。日向は何歳なのかな。あ、うん。何歳で死んだのかな。言葉遣いのせいで幼く見えるけど、多分小学校の低学年ぐらいだ。日向は同世代の子と一緒に過ごした経験がないから、小さい時に聞いた母親の言葽をそのまま使っているんだ。日向、私の足が不自由じゃなかったら、私が雪に、雪？確か雪圧が走ろうとしたんでね、国語辞書が置かれている。表紙にたどたどしい字で、堀城日向と書いてある。ほーん。堀城さんって言うんだ。あ、これは？ああ、まあ、まあ、もうセーブ、ね、エンディングがもし近いんだとしたら、どんどんセーブしていっちゃうか。この電話は使えなそうだ。ああ、使えない電話は使えない。ここでおばさん出てきたら本当終わるんだけどね。ダメかな。なんか一発バッドエンド電話とかあるかな。デス電話とか。あいつは俺を殺すつもりはないのかな。触れたら即死エンド。まあ全然あるけどね。なんてこと。我々は全員騙されていた。脱出は、いや、我々は脱出法の例外を選び続けて、いや、選ばされ続けていた。仲間を切り捨てるのは正規の脱出ルートではない。だから助からなかった。本当は違うのだ、この宿は。だが、もう遅い。我々は。おう、やはりそういうことだったのね。かつてここに滞在していた松葉幸奴は、これを知ってか知らずか実行した。そして生還した。ここは仲間をおとりにすることで生還を許すといった裏切りの宿ではない。生還への道は最初から用意されていた。あの少女、日向が、
日向こそか。しかしとても気づけない。私たちはみんな自分が生き延びることに精一杯で、日向の耳に、いや話に耳を傾ける余裕などなかったのだから。いいえ、それ以前に日向との距離を縮めるのは困難で、伝えなければこの真実を。あの兄弟ならきっと、あれ違う、もう、違う、私はもう終わって、あの兄弟ももう消えて、分かってなかったんだ。君は聖者、誰、誰でもいい、聞いて、この民宿で誰かをおとりにすることなく脱出する方法がある。それは、なんだ、突然壁を通過してきたナイフが黒色の人間を貫いた。出てくるかな。見たな。見たな。ひなた。よくも見たな。ひなたの隠し部屋見たな。ダメだったのか。すまん。あのさ、どっちでもいいんだけど、どっちも選ばしてほしい。見てもいいよ、別に。今の怖かった？若干怖かったね。だってひなたが鍵探してるのに先に来てるんだもん。だから脅かしたの。おあいこ。まあ確かにそうっちゃそうだな。これやっぱひなたとの距離を縮められないよね。俺は自分が生きるので精一杯だったみたいだよ。ごめんね。ひなた、この部屋は。ひなた電話が欲しかったの。欲しくてずっと欲しいと思ったら、ここ電話だらけになったの。あ、そう、電話しなかったの俺。ここにある電話は一つだけ本物で、あとは全部偽物の電話。でも本物を使ってもお外には繋がらないよ。では本物の電話とは一体。どうして電話が欲しかった？ひなた死ぬ前にね、ここで電話を探してたの。でもどこにもなかった。ここ管理者室にあったの。ひなたが頑張って鍵を見つけてからここに入って電話が使えたのに、ずっとそう思って悔しかったから電話が増えちゃったのかも。ひなた死ぬ前に一体何が？ひなた、あのね、逆だった。あ？なんだ？頭の中がざわざわする。小さい子が邪魔する。ひなたの？ん？あっち行って。ひなた今お話し中。邪魔しないで。ん？なんだ？小さい子が出てくることあまりなかったのに、どうしてひなたの邪魔を？大丈夫か？今回の民宿、地下に小さい子のお家できてたからきっとそのせい。小さい子のお家？すぐ治ると思うけど、ちょっと休む。お、あれ、ちょっと動けない。ちょっとセーブができない。あ、これ時間経過かな、多分。じゃあそのうちに、まあ、時間経過じゃないと困るんだけどね。あとは、お姉ちゃんは出てこないのかな。冒頭にだけね、虎頭のひなたちゃんが出てきただけだけど。大丈夫？くっそ。なんだこのゲームは。なんで抜けられんだよ。おかしいだろ。だけど。そしたらじゃあ、一旦ここでセーブしようか。光る髪切れで。そうそう、別にあの前回のね、最後でね、面白い話って別にオチとかはあるわけじゃないんだけど、こういうセリフとかでね、あるじゃないですか。あるが、まあ、読んでる、たどたどしくね、読ませていつももらってるんだけど、結構演劇やってた人のね、言うことには、そのこの書いこういう書いてあるセリフと、書いてあるセリフっていうのかな、なんか読みやすいセリフ、そう、読みやすい文章と、こう声に出して読みやすい文章っていうのは違うってね、いうことらしいんですよ。言うことには、個人事業廃業手続きに関する書類が貼られている。これがまあ果たして目で読みやすい文章なのか、口に出して読みやすい文章なのかは分かんない。まあ詰まるところ話し言葉だよね、どっちかっていうと。
あれかな、やっぱつらつら読めるところは口に出して読みやすい文章で、俺が突っかえるところは口に出して読みにくい文章ということなんですかね。もしそうだとしたら、R が全部流暢に読める文章を作ったゲームは天才かもしれない。